い、おすぎさんのおっきです。よみのたくみです。でんかです。よみです。カオス。やばい。カオマネネコです。コラボですか、これ。これは、みたいですね。なんか僕は企画すらしてないんで。急にすぐに呼び出されて。いや、実は、関村サークル。呼び出さんに対して、悔しいんですよ、実は。いや、お前が悔しいだけだよ。お前が悔しい。お前が悔しいだけじゃん、それ。いや、それはね、正直、俺もめっちゃ悔しいのよ。あ、何が？ああ、はい。ブラッシーなかったやつ。ずっと言われんだよ。あれのせいで、負けたって言われてんだよ。負けてねえ。負けてねえんだ。勝ってるんだ。社会的に負けたことになってる。そうなんだ。俺との対決も負けてるからね。そうなんだ。確かに。実は、デンガーさんと対決、デンガーさん勝ってる。3つに分けた方がいいんでしたっけ？どっちでしたっけ？そっか、今分かるわ。100個ぐらい分けたらもう次は100個、100個、構想式切り取るはい、ということでね、まあ、今回はね、よみのたくみさんにリベンジさせていただきます。ということで、今回の企画は第1回テキサーブ ASM より超難問関門対決、やい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 クロネッカーのデルタ。はい、では行きます。第1問です、はい、インテグラル0から2分の π。 あ、よかった。あー、定数分よかったよかった。1たすタンジェントの a 乗、いや、もう終わった。 x 無理です。で、分子が1、これできた、こういうの dx。 よーい、スタート。どうすんのこれ。どうすんの。いやー、ゆめさん早いですね、これ迷いもなく動いております。キムさん、いけてます。あ、まあ、あの呼び寄りさんの変換したらもう終わったみたいな感じで、もういい。はい、はい、答えどうぞ。4分の π。 正解です。そう、こう、合ってる。あー、そうですね、いい感じです。呼び乗りさん、早かったですね、これ。そうですね、これだから呼び乗りのチャレンジ見た、このこのタイプは、さっき電源が言ってた Q プロパティを使います。そうですね、はい、こういうことね。この問題はもうタンジェントとあと A 乗って感じで A 入ってくるんやってビビるんですけど、全然関係ないっていう、はい、これはもう純粋に流行るゲームだ。これはでかいんじゃない。これ電源に、負けたよ。電源に算数の早い問題じゃなかったっていうのがでかくない。そう、ね、計算じゃないっていう。確かにミスです、戦術の。全国に電源を。はい、ということで第1問目ということでございます。あの、私の出番終了でございます。もうここからはもう、あの、何、あの、出番ないっす。はい、ということで第2問でございます。勝てる気せんもんな、前回の。はい、インテグラルマイナス2分の π から2分の π。 絶対三角関数だぞ、これ。わかんないです、 X かもしれないです。ただの最高じゃん。で、妨害野菜うっす、えってうっす、えってもコサイン2乗 X プラス3カッコ閉じカッコ E の X 乗足す1で、分子がコサイン X 中カッコ中カッコ。おい、ふざけんな。怖い。ああ、積分に俺の棒足りんじゃん。じゃあ、何が X が普通のトラス X です。中括弧閉じ DX です。これあれだぞ、今週の先またサムネに入らん。あ、それいきます。よーい、スタート。これはもうやばいですね、正直。前回笑えてくるみたいな。ちょっといろいろやってみるっていう。そうですね、どれかやってみて、まあ、もしかしたらうまくハマるかもしれないっていう感じで。これさ、なんか簡単になるんじゃないの、なんか気づいたら。お、まあ、どうにかして簡単にせんといかんよな、これ。いや、そうですね。でも、あの後ろ、一番最後についてパイとかってあれ、辻褄合わせた可能性ない。いや、全然ありますね、あれ。いや、その可能性あるから、はい、そうだね。ちょっと、どれが邪魔とかあります。 E が邪魔。全然 E が邪魔なんじゃない。そうですね、普通考えたらどうやって E を消去するかってのがポイントであります。最悪、あの、グラフ書いて大体こんぐらいやろうね。
対ある。大体大体こんなんだろ。ログ2。え、それ何回答えてもいいんすか。ちょっとキムさん、はい、計算ミスしててもいい、いいっすか。いいよいいよ。まああの、もう3であってほしいっていう。3であってほしい。むちゃくちゃ。さあ、もうお互いね、まあ厄介な E の定常を消去して、あとは普通のもう三角関数勝負でございます。これどうなんの。じゃあね、ヨビヨさんがマジで一言も喋っておりません。あ、ヨビヨさん、これさては異文系の接触ってやつですか。やめて、ま、惑わさないでよ。ヨビヨさん、26分84分。あの、あんま読んだらこうやって揺さぶれる。読んだら余裕で揺さぶれる。ヨビヨさん、721まで三手詰め。何が。あ、これ呼び森さん愛を2杯からですか。天才かと思ってました。リンク払わないといけないですよ。概要欄に。概要欄に。はいはい。4分の3杯63。その答えは。はいだいだー。これでも自分のミスを見つけるってかマジでむずいんですよね。はいはい。8分の3杯ログ3。正解です。イエーイ。耐えた耐えた耐えた。これ似合いですよ。耐えた。皆さんの投資やってるんですよ実は。投資やってる。またやっちまった。こういうのやっちまった。奇跡を持った。奇跡。基本なんかもうええねん、難しいやつ、キングプロパティとかそうなの。悪にしましょうとかの動画出さない。悪にしましょう。うわ。もう動画出さない。更新されたけどな。じゃあまあオッティさん一応じゃあ解説お願いします。コサインマイナス t とまあコサイン t はまあ一緒じゃないですか。でこの e の x プラス1乗があったんで、まあ、x イコールマイナス t と置いたら、マイナス t と置いて足したらいい感じになるんかなっていう感じで。またしたらいい感じになったと。でもなってなかったよ。いや、なってなかったけど、まあ、なるだろうと。なるだろうとして2分の3杯にしてくくれたんですよ。マジでそれすごくね、天才物理学者のやることなんですよ。でもこれはもしこっちを1にしてたら終わってましたね。うわー、よくそっから修正して2で割って、そしたらまあ全部これが消えて、 E の T シャツ1を消えて、コサイン2乗足す、そう、微分系の接触で、これは上にコサインがあるんで下をサインに変えて、部分分数分解。微分系の硫酸ね。接触法ですね。あ、正解。今お前すごいな。よかったっすね。はい、ということで2問目は積分作業の勝利でございます。投げてよかった。エンターテイナーだ。ちょっとやってしまった。やっぱ一生いっぱいしたくなっちゃう。いや、手抜いてくれた可能性あるから。さすが。てか最後バルに気づいてたのにやってない可能性ある。いや、全然ありますよ。あー、一生。